たくさんほら、たくさんほら、沢谷、マポーロ、カエ五年三月二十二日、千八百五十二年五月十日、明治二十年、千八百八十七年三月二十七日は、日本のキリスト教牧師、教育者。ほらは、使徒パウロに由来し、本名は馬の神。日本で、アンシュレを受けた、最初の牧師である。スオ国吉ニキ軍吉木村。 現山口県山口市吉木赤から大型に生まれる。父は、長州藩市、沢山玄之城。父玄之城は、吉木元利家の毛利源一に仕える、下級武士であった。同郷に先輩に、内務大臣内海豪助がいる。1858年に、検証館に入学し、四書五教の漢学、書道、武術、礼式などを学ぶ。同輩が、 服部十三で、六年後輩が、ナルセ二蔵である。1867年まで検証官で学ぶ。長州藩は、薩摩藩と同盟を結び、騎兵隊をはじめとする藩内の軍団を組織する。四式でも、1866年に、両上隊と呼ぶ、洋式軍隊が編成される。14歳の沢山は、父玄之城と共に入隊する。 第二次徴収征伐の時に、たくさん親子の所属する、両状態が、芸州口への出動を命じられる。236名の隊員は7月12日に、吉木村を出発する。沢山は、内海豪助を司令とする、第五小隊の故士として、戦争を体験する。7月20日有国に、遊撃隊、おたて隊などの徴収藩兵と合流する。 8月2日と8月7日に激戦を経験する。8月21日になり、長州軍が勝利する。1868年、16歳でたくさんは、陽明学を学ぶために、三原に赴き吉村菱山に指示する。そして、今治に渡り渡辺渡るに指示する。1870年にたくさんは陽学を習得するために、神戸に赴いた。神戸で、 アメリカンボードの牧師ダニエル・クロスビー・グリーンの自宅で英語を学び、自宅で行われる礼拝や聖書研究に出席する。キリスト教信仰に目覚める。同教のハットリ13とナワ同一がアメリカ留学したのに刺激され、1871年頃アメリカ留学を決意する。グリーンは故郷イリノイ州のエヴァンストンのニーケに寄遇して、 働きながら勉強するように手配した。明治5年、1872年5月に、片道の旅費を故郷で苦面して、アメリカへ渡った。渡米の際には、キリスト教に改修しないという誓約書を、判明により父玄の城に差し出した。イリノイ州エヴァンストンに6月の下旬に到着し、サムエル・グリーン宅に身を寄せた。1872年秋より、 ノースウェスタン大学の余科に超高生として在籍する。米国について4ヶ月目にアメリカの回収派協会エヴァンストン第一組合協会でパッカード牧師より洗礼を受ける。翌年の新学期からパブリックスクールに通学するようになった。この頃、沢山はボーテル家に身を寄せた。その11月にシカゴのマーシー病院で手術を受けた。 12月17日同郷の友人、ナワ・ドーイツが、ボストンで結核のために隠しした。1874年7月に、ワシントン日本公使館に当初期間の矢野二郎に、公費留学生扱い、公使館勤務の圧戦をお願い出たが断られた。アメリカに一時帰国していた、HH レビット宣教師が、ボーテル家を訪ねた時にたくさんに出会う。レットは、たくさんに者となり、 日本伝道に献身するように熱心に進めた。沢山は日本選挙を決意してパッカード牧師に支持して聖書研究に取り組むことになった。チャールズ・ホッチの生命の道がテキストに用いられた。特に首都パウロの世界に目が開かれた。首都時代の精神とパウロ神学に傾倒した。自分の神聖を自覚した沢山は名前を馬之助からほらに改めた。 その後、日本選挙のために、シカゴの神学校で学ぶ。前年に、グリーン選挙士からレビットに同行して帰国するように、要請があったが、帰国を一年遅らせ、1876年5月に、エヴァンストーンを離れ、ニューヨークに行き HL クラップを訪ねて、旅費を区別しようとしたり、ニューヨーク駐在日本領事の富田哲之助へ、旅費の補助を折衝した。6月7日に、 サンフランシスコから旅立った。8月初旬に帰国すると、グリーン宣教師が横浜に迎えに来ていた。横浜に、聖書翻訳のために滞在していたグリーン宅に、滞在した。その後神戸に滞在してから、故郷の山口県吉木村に戻った。10日後大阪に戻り、大阪府三次、内海忠勝と HH レビットに面会した。内会はたくさんを、 明治政府の役人に誘った。迷うたくさんをレビットが初心に帰ると説得し、沢山は内会の申し出を断った。1876年7月開設された大阪の松村診療所でアメリカンボードの宣教医、アーサー・アダムズの通訳として働いた。訪れる人に伝道した安息日学校を指導した。1876年12月に大阪で アメリカンボードの宣教師特別会議が開かれて、ゴルドンから新しい教会が組織される場合は、たくさんにアンシュレーを施して、牧師として就任させようという発議あって、一同が承認した。そして、たくさんを最初から正式な牧師として招聘することと、ボードがたくさんに復職を与えることが決められた。1877年1月20日、松村診療所を カリカイとして、12名の教会員により、何は公会、何は教会が設立された。改修政治にのっとり、日本最初の暗種令を含む、公会設立式が執り行われ、牧師となる。同日、たくさんにより、綱島かきちらの洗礼式が執り行われた。自身も診療所で働き、教会非地球による運営を試みる。この教会形成が、 日本組合協会の基盤を作った。1877年7月妹の今が、吉木で結核で死去した。葬儀のために帰郷した沢山は、成瀬二蔵という青年の訪問を受けた。成瀬は、たくさんに浸水して、たくさんに堂々して、神戸に滞在した。同年11月に、成瀬はたくさんから洗礼を受けた。1878年1月に、 バイカ女学校の校舎に、旧公会の代表18人と、神徒200人が参加して集会が開かれ、日本キリスト伝道会社が設立された。沢山は、新島城、今村賢吉とともに初年度の委員に選出された。1878年7月に、東京で行われた第1回全国キリスト教診と、大神牧会に出席し、押川正義、フルベッキラともに、 近況報告をした。伝道活動を行う一方で、女子教育にも携わり、明治十一年、1878年に、成瀬二蔵の協力を得てバイ女学校、現在の学校法人、バイ学園を設立。成瀬にバイ女学校を託した。同年四月に、沢山は、田島高とバイ女学校で結婚式を挙げた。 1879年10月21日父、玄野城が死去する。臨重の床で信仰を告白して、ほらから受診した。父の臨重に立ち会った母岩と弟雄之助も、キリスト教信仰を持った。沢山は母を大阪に引き取り、弟雄之助を同志社に入学させた。1979年から岸和田地方の伝道に取り組んだ。岸和田は、 旧藩主岡部朝食の依頼で松尾慶吾を定住伝道者として伝道を始めた。1885年明治18年9月に岸和田教会が設立された。1878年2月には何和教会員が天間地区へ福音選挙をしたことをきっかけに1880年にたくさんを兼任として教会を設立した。しかし、 1881年1月には病床にあった沢山が牧師を辞職した。1879年にたくさんの病状は悪化して、何は教会は代務者に巻会を依頼した。1880年3月には一時的に回復する。1881年10月には自助地下が生まれた。しかし、12月には地下をなくした。 1881年11月には、母岩が死去して、岩崎墓地に埋葬された。高夫人も、結核を患っていたが、1882年6月12日に、夫ほらの厳しい信仰の言葉により改心する。高の改心により波花教会も、信仰の厳しさに目覚めて、改心者が起こされた。沢山は毎日、説教会、祈祷会、 尋問会を開催して、宣教活動を行った。結果、何は教会にリバイバルが起こった。このリバイバルは、ナルセ二蔵の氷山に及んだ。1883年から1884年まで、たくさんは健康に恵まれて、伝道活動を活発に行った。1883年5月30日に妻鷹が、肺結核のために22歳で亡くなった。 葬儀は三十一日に行われ、ナルセに造画履歴を朗読した。それはリバイバルの発端になった高野会心の物語であった。1883年5月にたくさんがバイカ女学校の校長に就任して陣頭式を行い、クリスチャンスクールとして存続を図った。1883年夏に短期間ありまで静養した。その時、 1> 約1 0トル離れた三田教会から伝道に招かれたので、8月3日から5日まで同教会の伝道礼拝に行った。その教会の沢も吉がたくさんの言葉により悔い改めたことから、三田教会にリバイバルが起きた。各地を説教して回り、京都の説教会では、後のリバイバリスト堀定一が聴衆にいた。 1884年7月には OH ユーリックの要請で新潟におもむき PA パームが設立したパーム病院に入院しながら新潟伝道に当たった9月に大阪に帰ると病床に着いた1886年に沢山は自分の代わりにナルセに像を新潟に送っている1886年終わりから1887年に かけて、天地療養のために、和歌山市に行くが、1887年再び規範、して、聖ルナバ病院に入院した。1887年3月27日肺結核のため、34歳で死去する。1887年3月29日に、YMCA 会館で葬儀が行われた。葬儀には1500名が参列した。告示で、 e c グリーンはたくさんを生産と保守すれば必ずナスの精神に満ちた人であると表し、新島城はたくさんを日本のジョージ・ミュラーであると述べた。泣きは早々更新により岩崎墓地に葬られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。